ラベトムックはアドバンストメッセージキューイングプロトコルを使用したオープンソースのメッセージ思考ミドルウェアである。ラベトムックサーバーはアーラン言語で記述されており、クラスタリングとフェイルオーバーのためにオープンテレコムプラットフォームフレームワークで構築されている。当初の開発元はラビットテクノロジーズ社であったが2010年4月にスプリングスアス社に買収され、 その後スプリングスアス社が VM ウェアに買収された。現在は EMC と VM ウェア GE の出資で設立されたピベトル社がラベトムックの開発、サポートを行っている。なお2016年に EMC がデルに買収されたため、以後ピベトル社はデルテクノロジーズの参加となっている。2017年現在、公式にクライアントライブラリーを配布しているのはアーラン。 Java, ネットとなっている。しかしアムクップは言語非依存であるため、公式対応言語も含めて有志によるライブラリーが多数作成されており、公式サイトでも紹介されている。ありがとうございます。